はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。カルチョビット、左利き選手縛りやっていきたいと思います。今日はね、ステップリーグ開幕戦の試合をやろうと思います。でね、ちょっと新しく選手をちょっと獲得しました。はい、まず1人目、はい、豆塚。この選手はね、この600万でキックし、スピードもある。テクニック低いのがちょっとあんま良くないと思うけど、まあ、優秀なフォワードらしいので、取ってきました。あとね、今、あとオファー出してる選手がいるんですよ。この、小松っていうね、まあ、選手なんですけど、ここに、下にあるね。一回断られました。はい。だけど、まあね、今年はこの選手をできれば獲得したいなと思っております。こんぐらいかな。はい、じゃあとりあえずステップリーグ開幕戦行きましょう。正直まだね、練習試合こなしていかないといけない段階なんで、正直勝ち負けはどうでもいいね。内容見たいね。で、キーパーのこのね、古瀬、めちゃくちゃ育ててます。まあ、正直この人しか育ててないね、今。まあ、理由としては、ポテンシャルマックスなんで、今まあちょうど育てられる時期だから一応育ててる。今のうちにジャンプ S にして、あとスピードもね、まあ上げときたいって感じですかね。はい、じゃあ、それでは試合に行きましょう。相手は、城南タキオン。まあ、どうだろう。強いのかな。能力値とりあえず見るか。相手のフォーメーションはなんだ ?5 バックっぽいね。532だね。まあ、結構、C が多い。いや、そうでもないか。まあ、D と C が大半を占めてるチームだね。まあ、E はほぼない。それと比べてうちのチームはやっぱまだちょっと D が多いかなって感じだね。まあ、とりあえず頑張ってくださいよ。浅野？いやー、マジか。決められちゃった。まあ、これは正直しょうがないかな。まあ、そんな悔しくもないね。なんかロングボール一本で決められちゃったんだけど。これちょっと佐久間ちょっとマークつかないと。ちょっとまだうちの選手の名前ちょっと覚えられてないんだよね。で、国光と豆塚ぐらいしかちょっとまだわかんない。あとキーパー古瀬。まあとりあえずステップリーグのうちにオール B ぐらいにしたいんだけど、正直できるかわかんない。ちなみに今ね、お金が私5000万ぐらい余ってたんで、強い選手獲得したいんだけど、まあ、ステップリーグにいるからね、獲得できるわけもなく、ちょっと大変だね、今。厳しい。いや、とりあえず今、ただ単に練習試合をこなしていくしかない状況になります。まあ、だから正直そんな練習試合の動画もいちいち見てない、試合も正直見てないし、やばいこれ。大丈夫か？いや、朝の2ゴール目。いや、ステップリーグ開幕戦。初めてのステップリーグでね、ちょっと俺ボコボコにされちゃうのかもしれないね。ステップリーグの洗礼を受ける形になるのかもしれない。まあでも頑張ってほしい。あとね、フォーメーションとかもね、ちょっと決めていきたいね。今この選手が、ちゃんと N2 リーグで戦えるようにするぐらいまで、N2 を簡単にね、昇格できるぐらいまでしないといけないからね。N1 に。だから、N2 リーグはもう、さっさと1年目優勝して、さっさと終わらせたいんだよ。で、N1、いや、でも、どうなんだろうな。N2 リーグ、ほんとね、3DS の頃、きつすぎたから、ちょっとこんなイメージないのかもしれないけど、このカルチュビット R の中では、そんな N2 リーグはそんな厳しくないのかもしれないね。選手の能力下がらないし。まあでも、選手を育てにくくなるのが、まあ、明らかだから、難しいところだよね。3DS の頃あれだね、選手の能力値下がってたから、正直そっちの方がちょっと面白かったよね。選手入れ替えないといけないし。だからちょっと今、このね、カルチュビット、ああ、はちょっと甘えてるわ。まだちょっとカルチュビット新作出ることをね、祈ってるんで、まだ。いや、前半最後のプレイかな、これが。直接狙ったの飛びた。こぼれ球拾えるか？いやー、試合終了。前半終了。スタッツ見ましょうか。相手が完全に押してるね。
まあさすがだわ、ステップリーグの長男だけを変えてきた選手、なぜか結構 D、E がなくなってきたから、うん、そうだね、オール B 目指して頑張りたいね。オール B だったら N1 でもある程度戦えるから、まあ、優勝は無理だとしても、とりあえず日本代表監督に選ばれたいね。オッケー、決めましたね、まみずこが。今季審判になりませんし、まみずこ。素晴らしいシュートですね。で、あのね、まあ、僕が思う、まあ、このポジションにはこの能力が欲しいっていうね、まあ、能力をちょっと今から話そうと思う。まあ、簡単にね、まあ、やっぱゴールキーパーは、ジャンプ、テクニック、スピード、やっぱ必要だと思う。まあ、キックも、ゴールキック飛ばすのが必要だと思うんだけど、正直そこまでいらないと思うね。あとメンタルは正直何に影響してるのか分かんないから何とも言えない。まあでもメンタル上げやすいからね。うん。でもでちなみに上げにくい能力はテクニックだから、そこがやっぱね、最初、初期能力テクニック高い方がいいね、正直。で、あとまあディフェンスの中でもサイドバックはまあスタミナ、スピード、まああとキックだね。クロスの位置って結構ね、ゲーム多分大事だと思うから、キック、クロス、スタミナ。また、あとジャンプもあればいいから、一応、サイドバックだったら、ウィングバック、ファイブバックのサイドバックだったら、別にジャンプそんなにいらないかもしれないけど、あ、やべ、決められちゃった。こんな感じですかね。まず、センターバックは、ジャンプ、フィジカル、まあ、この二つが一番大事になってくると思う。で、あと、まあ、4-4-2だとして、この2ボランチ、ここはまあ、スタミナだね。スタミナと、まあ、なんだろう、キック、スピード、キックとかパスだね、うん、結構いろんな能力が大事になると思う。で、あとまあサイドハーフはとりあえずスピード、ドキック、お、決めた。いや、まみずこ、すごいね、本気新加入の選手。いや、シャリ監督、これ見る目があったか、もしかして。いや、新加入の選手がいきなり2ゴールは嬉しいよ。で、またやっぱ2トップフォワードの選手、トップの選手は、まあ、キック、スピードがあればまあいいかな。あとはテクニックだね。テクニックが一番上げにくいから、基本的にテクニック高めの選手を取った方が、僕はいいと思います。あとね、フィジカルがね、ないと、怪我しやすくなるんで、N2 リーグを戦うには、フィジカル、まあ、最低でも B は欲しいかなって感じかな。と、なんか話してる間に、決められてます。まあ、どんまでもまい。正直こんぐらいからなんですか。みんなもうスタミナないからね、ほら、もう。本当は選手交代しないといけないんだけど。めんどくさいんでいいや。やっぱまだステップリーグ。これ降格しちゃうんじゃないか。まあ、降格するにはいいんだけどね、別に。ステップリーグ無双できるぐらいの能力なんだよ、ダメなんで。はい。終わりました。まあまあまあ。初戦2対4で敗北と。まあね、新加入選手のまみずかがね、2ゴール決めてくれたのは嬉しかったね。で、課題でこれね、ここでなんか、青いマークの、青い縁で囲まれてる課題がね、見つかればいいんだけど、キックとか、ウェイト、ランニングあたりがあればいいんだけど、ストレッチとかね。そこら辺がちょっとないのはちょっときついかな、今。こんな感じです。はい、一節を終えての字はこちら。再開です、降格圏。まあこのままじゃまずい。とりあえずじゃあ今回はこんな感じかな。はい、そうですね。次回の動画、あ、待って、小松からちょっとオファーの返答があるようです。これ見たいね。これ結構惜しい、この選手は。また断られたか。もう一回オファー出せないかな、小松。いや、出せないっすですね。いや、マジ惜しいんだよな、小松。まあいいや。とりあえず、今後出たら獲得していきたいと、まあオファー出していきたいと思います。で、ちょっと次回の動画なんだけど、ちょっとどうしようか。もうジャパンカップもどうせ負けること確定しているので、まあ、もしかして降格しそうだったら、まあ、降格決定戦の、降格決定動画ちょっと出そうかなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。